ビルヘルム・フリードリヒ・ハインリヒ2ビートはアルバニア港。対外的にはアルバニア港と称したが、アルバニア国内では国王と称した。アルバニアに到着したビルヘルム夫妻ビート校、ビルヘルム・アドルフとツママリー・ファン・オラニエ・ナッサウの三男としてノイビートで生まれた。ビルヘルムは叔ば、エリサベタにより、アルバニア君主候補として推薦された。これに、当時の欧州の大国。 オーストリア・ハンガリー、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリアが直ちに賛成に回り、1913年11月に新興国アルバニアの君主としてドイツ貴族ビート家出身のビルヘルムが擁立された。この決定をアルバニア首相イスマイルケ・マリも受け入れた。アルバニア皇族院の依頼を最初に1913年春に、 受けたビルヘルムは乗り気ではなく、依頼を拒否したにもかかわらず、オーストリアが圧力をかけたため前言を覆して、即位を決めた。1914年2月に正式に即位を宣言。同年3月に彼と、妻ゾフィーはドゥラスへ到着した。スカんでるべくニ世は、トゥルハンペルメティに組閣を命じたが、大臣の一人であるエサドトップタニがイタリアから、資金提供を受け、クーデターを計画していることを知った。 1914年5月にエサドトップタニを逮捕させ、裁判の上死刑にしようとした。これに、イタリアが横やりを入れ、エサドトップタニは減刑され、イタリアへ亡命した。スカンデルベク2世の統治が脆弱であることはすぐに露呈し、アルバニア中部で外国人支配を嫌う反乱が起こった。これを支援したのはギリシャで、北エピルス地方政府が成立した。ギリシャ国民の多数の賛成を受け、 ギリシャ軍がアルバニア南部へ侵攻し、ベラトとコルチェを占領した。第一次世界大戦が勃発すると、オーストリア・ハンガリーは、スカンデルベク2世に、アルバニア軍を、オーストリア軍支援に派遣せよという難題を突きつけた。ロンドン条約による中立を盾に拒絶すると、彼が得ていた報酬が断たれた。ビルヘルムの墓九9 1 4年7月から、アルバニアは、 南部がギリシャに掌握され、大国の圧力も受けて内戦状態となった。スカンデルベク2世は9月に亡命したが、国を離れても形式上は君主のままだった。ビルヘルムはドイツへ戻り、ドイツ帝国軍に加わった。彼はアルバニアを囲む周辺国の敗退を望み、実際アルバニア北部に接するセルビアとモンテネグロは事実上敗戦状態だったが、 戦後のパリ講和会議ではビルヘルムが公けくらいに復帰することに大国の支持は得られなかった。アルバニアは広告としての体制のまま首相を代理として据えていたが1925年1月31年にアルバニア共和国成立が宣言されスカンデルベク2世の治世が正式に終わった。その後アルバニアにおける君主制は大統領のアフメトゾグが国王となって アルバニア王国を樹立する形で復活したが、その際ビルヘルムは自身が君主であることを再度断言し、その後も自身と長男の皇位継承権を主張し続けた。ルーマニアのプレデアルで死去した。1906年11月30日、ゾフィー・ホンシェーン・バルデンとバルデンブルクで結婚し、数おかずめを設けた。ありがとうございます。